はい、どうも皆さんこんにちは。今回も敵紹介やっていきたいと思います。今回もまあデッキ紹介というよりはデッキメタデッキ紹介ですね。メタデッキシリーズ、こちらできたところなんです。ツイッターでね募集したところ、まあ、これ正直ね今となっては若干過去の栄光っていうのがあるんですけども、ブラックマジシャン、三つ星ブラックマジシャンカンパデッキってあるじゃないですか。あれがやっぱうざいですと、うざかったんですということで、これ目立っていただけませんかということでツイッターで募集したところ意見いただきましたので、こちら今回目立っていきたいと思います。ただしね、三つ星骨格自体が弱体化したんですよね。7月18日でしたっけ。今これ、これ作成者の7月19日なんですけど、ちょっとね、若干スキルが修正されたことによってだいぶメタリやすくなってしまったというか、もうこれ三つ星骨格使うやついいのかっていうぐらい弱くなったんですけど、過去の栄光をね打ち砕いていくと、現在の感覚で打ち砕いていくというそういうね、で動画にしていきたいと思っております。で、今回できるのはこちら、絶対に許さないよっていうね、もう口調を見れば分かる通り、これハガくんです。スキルフライング規制、こちらですね、あんまり僕ね規制そんなに好きじゃないんで、自分使うのがなんでそんなあんまり使わないんですけど、メタルだったらこれやっぱいい、強いからですね。フライング規制、初期手札をね背後に相手に規制中パラサイドを1枚または2枚規制されるということなんです。これも修正されたスキルなんですけど、これでね目立っていきたいと思っております。で、三つ星高額って、3000払って、手札のレベル3つ下げますよっていう、デッキに変わったんで、残りライフポイント1000になることが結構あるんですね。なんで翡翠の虫笛でパラサイド呼んであげると、それ一撃で死ぬっていうパターンがありますんで、こちらでねやっていきたいと思ってます。回復部ではねブラックマシャンできてそんな入ってないこともあるんで、死亡値とか考えたんですけど、ね、そこはまあ入れずにね今回いきたいと思います。メタデッキということで、これですね、ビッグシュートガードナー、これはね守備力でそもそもブラックマーシャンが突破できないっていうのと、あとこれねサウザンドナイフ効かないんです。1回だけ守備表示、裏側守備表示のモンスターを対象にする魔法トラカードが発動した時に、こいつ表側にしてそれ無効にしますよってことなんで、ナイフが効かないということで、これ3枚無償取れます。おじさんと、あとこれあれね、読みへ渡る船、これね最悪その、この陸地落ちたが引きなった場合、一応ね、船で、粘っていく。ナイフで破壊されちゃうとどうしようもないんだけど、最悪その殴ってきてくれた時に、一時保管できるんで、これ一応1枚ピン出し入れるのと、あと、メタカード、これか。アヌビスの裁き。これね、ブラックマジックっていう、クソゲーに持ち込まれる可能性あるんで、魔法トラップ全部破壊するやつ。ブラックマジシャンの時に。あれを使った時にこいつで阻止つつブラックマジシャンの、攻撃力分のダメージを与えていきたいなというふうに思ってまして、これ積んでおります。2枚ね。で、リンゴ、これね強いんですよ、ブラックマジシャンのデッキが、まあ、カンパされると正直きついんだけど、フリックのリンゴでカンパがない場合にアタックしてきて2500のトーク出せれば、まあ、かなり強い動きになるので、一応リンゴ2枚ということと、あとそれから、燃え下がる大地、これは、こっちね基本的にバーンでダメージ与えていくしか、相手のライフと削る手段がないので、大地君を一応3枚ぶち込んでると、あとこれね、事故の仮面、この辺はね、カンパされちゃうときついんだけど、まあ、カンパされてもいいように、まあ、複数積んでる感じですね。これはブラックマジャンにつけてロックしていくっていう感じですね。で、あと羊の虫目が、まあ 虫を、パラサイド君も敵とも持ってくるように、2枚、これね3枚とかね、入れてるとちょっと腐るんで、今とのフライング規制って2枚まで入らないで、最大なんと2枚ですね。で、あとねこれ、トゲトゲシの殺虫剤これ全員ね相手のフィールド上がパラサイドが召喚されて、昆虫毒モンスターになるので、これでね殺虫していくっていうのもできるし、あとねこれね、これ魔女狩りこれで魔女狩っていくと、女じゃないくせにブラックマーシャンこれ即刻潰せるんですよ、こいつがいると。これでね、フィールド上の魔法使いのモンスター全部破壊していくってことなんで、これでね買っていきたいと思います。こんなところですか。あとエネコね、エネコはまあ一応パクってダイレクトアタックできるようになるのと、一応防御型って意味合いで入れてますね。こんなところかな。まああのあんまりねメタデッキに、そのメタデッキ中でもちょっと若干外役感のあるそのスキルとかデッキを使うのはあんまりかなと思うんですけど、まあ、やっぱり三つ星はやっぱうざいですから、こちらをね弱体化されたといえ、
うざいデッキに変わりはないので、メタデッキ、メタっていきたいと思っております。ブラックマジシャンよ、お前が今日がお前の命日だ、いくぞ、ドリスタンバイ。さあ、あ、来た迷宮兄弟。これがどういう方によるかなんですけど、まあ、とりあえずフライング規制しまして、ね、スキル修正も入っちゃってるんで、ちょっとね、あのお互いのスキルが弱体化してる可能性あるんですけど、三つ星とフライングと大変と、ね、これ読みフラじゃなくてあれが良かったですね、ビッグジョージさん縦王子が良かったんですけども、あ、トップだ、オッケー、敵トップ、これね、すげえやりづらいんですよ、あれが。あ、やってくるんだ、三つ星、あ、ってことは回復部だのかな、あの三つ星1回ぐらいしか、あ、やっぱ回復弾ありますね、回復弾、これが絞っちゃった最後だったんだけどで、あ、ブラックマジャーが来た、ブラックマジャーが来た、サウザンナイフ、まあちょっとナイフ痛いけど、まあ一応リンゴあるんで、ブラックマジックされなければなんとかなりますね。で、はい、ドンドンのアタックドンかな、ドン、はい、オッケー、フリックのリンゴだ、フリックのリンゴ、どこ召喚だ、よしよしよし、いいぞ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 、で、ですね、ドローですね、で、さばき、オッケー、で、一回ちょっと様子見で呪痕つけます。まずこれをカンパしてくるかどうか、カンパしてくるかどうか、これをカンパは、これしてこ、来ない、なるほど、セットして、ターンエンドですね、これ殺虫剤効いてくるぞじゃあ、あ、でもカンパあるかな、どうなんだろう、で、パラサイドドン、で、センドン、オッケー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 よ、あとは500ずつ削られていくだけだからあの人もう性格やばいけどね、これ。あ、燃え下がるも来る。燃え下がっちゃおうかどうか迷うな、これ。下がっちゃうか迷うな。一回トゲトゲしに行こうか。トゲトゲしに行こう。トゲトゲしの殺虫剤で、殺虫したい。できるか。ブラマジの殺虫。あー、できない。それはカンパ。なるほど。それはさすがにカンパしてくると。まあ、そしたら、ここはもう燃え下がっていいでしょう。これで、さあ、カンパしてこない。オッケー。で、ターンエンドでいいですね。これは。いや、これは来ましたよ、相当。もううざいでしょ、これ。ブラマジの殺虫デッキ。もうとにかくもうこれでロックして、まあ、あとはもうブラックマジックしてきたら、あのアヌビスのさばきで、ドロー。やっちゃえばいいんで。で、まあ、これで500ドン入る。で、こっちも500ドン入るけども。で、俺はターンエンドだ。さあ、ハゲ、スタンバイフェーズを宣言しよう。逃げとか、よし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 。対戦、ありがとうございました。お、ハゲ来た、ハゲ来た、ハゲ来た。ね、もうだいぶね、スキルが、修正されてかなり弱くなってるんですよね。お互い、フライング規制自体も正直弱体化してるし、まあ、水押しも弱体化してるんで、もう過去の栄光同士の対決ということになってますね。これね、あのね、この虫笛が手札にあるときで、多分ハゲが相手だと、水押し合格して回復できないっていうパターンももちろんあるので、その場合はですね、あの虫笛を相手が水押し合格した後に使ってあげると、あの一撃で一撃で死ねますんで、それ結構見せたいなと思いますね、できれば。で、はい、やってこない。で、ドロー、なるほど、龍一ですね。そしたら、まあ一旦これビグシーをセットして、で、これ燃え上げたら効果発動していいですね。で、虫笛はちょっと三つ星攻撃した後に使いたいね、タイム、あの、できれば三つ星攻撃であってほしい。今3000ですからね、払うライフコストがめちゃくちゃでかいですよね。はい、で、これで、もう、常勤を出したりとかするためには、水星攻撃せざるを得ないか、まあ、もしくはリジョンガードがあるっていうパターンももちろんありますけど、それパターンだとしても、まあ、虫笛と呪痕でなんとかなるかな、と思いますね。これもね、実際フライング規制の段階で水星攻撃結構積んでるんですよ。ドロー。あれ多分、まあ、リジョンか召喚師か当たってでしょうね。で、まあ、500入る。ここじゃあ一回虫笛使っとくか。で、虫目使っといて、で、普通にこれちょっと呼び出しとこう。オッケーオッケーオッケー。で、読みくれ一応セットして、で、まあエネコンセットして、で、まあこれでターンエンドですね。これで一応1000入るか2500、もう三つ星効果ができないと。あ、まあただ、まあブラックマージャーがいれば普通に2体アドバンス召喚して出てくる可能性はありますね。で、その場合は、まあ、読み船かもしくはビグシに殴らせるかなんか、それか、まあ、あの、自己の仮面つけるかとか、いろいろあるんで、まあまあまあ、ある程度ベタあると思うんですよ。で、まあ、これでもう2体目の、ブラックマンシャーは出しづらいんで、かなり。だから、あとは1体でどうにかしてくるしかない、ほとんど。まあ、あの、もしかしたら、あの、虫笛、あ、あの、ナイフね、どっちどっち、どっち、あ、そっち、そっちは向こう。で、ビッグシュートガードなんで表になる。
で向こうしていく。オッケーオッケー、いいよ。でからのあナイフ、あ2回目のナイフはめんどくさいな。あそれか、そっちか。あまあそれはいいか。なるほどなるほど。じゃあ耐えられれば一旦いける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 。ターン終了。はい、で俺のターン、ドロー、魔女狩り、あやっちまう、やっちまうってありますね。まあエネコンでドロメたちに行ってもいいんだけど、防御だとめんどくさいから、これちょっと呪魂つけるか魔女狩りかっていうのもあるけど、一回ちょっと魔女狩りして、でそれカンパされたら呪魂でいいかな。魔女狩りでドカン、はい、ああカンパない、オッケー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 。でこれまあターンエンドですね。であとは普通に燃える盛る大地のダメージが入っていく一方という。まあまあ回復されるとちょっとねめんどくさいですけど、そうなってきたら普通になんだろうな、読み札でなあや殴りに行くとかそういう感じになってるのかな。でもターン、ドロー、リンゴ、あリンゴ多いですね、リンゴはいいですよ、リンゴは素晴らしいですね、リンゴいいか、まだこれターンエンドですね。でもうリンゴちょっと多分使わないな、これ多分おそらく。あと500ずつ削っていくだけですよ多分ね。で結局もうこれどう回復したところでブラックボッシュは出ないんで、三つ星攻撃で、まあ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 いいでしょう。でこれ耐えるんですね。でさっきバラサイトが1文字入ってるの分かってるんで、どうかん、オッケー。あとはもうひたすら500ずつ当たられていくだけと。かわいそうにドロー、自己の画面ね、オッケー。でどうかん入って、でターンエンドですね。さあハゲ、スタンバイフェイズを宣言しな。ほらドガーン、やっぱね三つ星はもうこの環境ではちょっと弱いかなと思いますね。大変でした。はい、お相手の方はハゲですね。ありますよ、これはこれはまあ可能性ありますね。まあまあもちろんね、ブラックマジャーじゃなくて、さっきからあデッキトップデッキトップフライングことが来た。リボルバー型もね結構ね機械型もあるんで、まあちょっとそれはそれで微妙なんですけど、まあ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 機械型とかでも結構リンゴとかがあればある程度戦います。ドロー、自己の画面 OK、 ビグシゼットして、でこれで一旦ここタイムだな。で1000食らったらもうだって三つ星攻撃できないから、はい、パラサイドドン、まあ、ただねこのねアドバンス召喚素材をちょっと相手に渡ってしまうので、あとこのパターンね、そのこれでまあガールからの、あとこれ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 が出てくるの、これがめんどくさいんですけど、これがドカンやるってちょっとめんどくさいってあるんだけど、さあどうするか、殴ってくるかな、からのナイフ、オッケーオッケー、ナイフは向こう、オッケーオッケー、いいよ、耐える耐える耐える、ナイフは向こう。これ本当はマジでビッグしなかったらワンターンキルですかね、ワンショットキル、ワンショットキルされてますけど、ビッグしながらこのナイフ向こうにして、でドカン殴って100入って、よく縦向きになる、でドン全力入る、オッケーオッケー、いいよ、相手も防御だねえから、ドロー、マジで地獄を見せてやろう、いけ魔女狩りだで4名渡る船攻撃表示で召喚、そしてバトルいけドカン、オッケー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 。でターンエンドだ。さあハゲどうする、サレンダーか、もうお前もやるのねえだろさすがに。いやオッケーオッケーオッケー、で俺のターンドローだ、防衛さんの大事も来る、燃え盛る大将効果発動だ。そしてビッグシュートガンダムをセット、バトルだ、読み札ね、アタックだ、ドカン、よし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 、入る。そしてターンエンドだ。さあもうこれも積んでますね、もうマジでもう突破できない、絶対1000ハンドがこれマジでこれも気持ちいいよ、やっぱね、メタデッキで行って切断されるのって結構楽しいですね謎の快感を覚えた男、謎の本当快感を覚えた男、今回これでお送りしております。大さんどうした。